学芸員の手によって現代に姿を現したのがアンフィコティルスマイル氏。ジュラ紀に生息していたワニの祖先です化石はおよそ30年前アメリカで発掘その後福島県立博物館の学芸員などが本格的な研究を始め去年。 ワニの祖先の新種であることを解明しました保存状態が良い全身の化石が見つかるのは珍しく学芸員がおよそ8時間かけて復元体長2.5メートル 恐竜と共に生きたアンフィコテルスマイル氏が現代によみがえりましたこういう病気の跡みたいなのもこの化石にはありましておそらく怪我したのかなというう思います、ね、<laughs> 実際に実物を見れるので当時生きていた姿を、えー、こう感じながら目で見ながらあるいは想像できるようなそんな展示になっています。 ワニの進化の過程などさらに研究を進めるため今後全身が展示される予定はないというアンフィィコテルルスマイル氏あさってから福島県立博物館で始まる展示は貴重です。